アースベイダーと恐れられた人生、滝沢カレン。1992年5月13日生まれの31歳、出身は東京都、父はウクライナ人、母は日本人、生まれも育ちも日本なのだが日本語が苦手。本名は宮沢まりな。趣味は心霊スポット巡り、特技はヒューマンビートボックス。幼少期は母が元バレリーナだった影響もあり、収録でバレエ教室に通うほどのバレエ少女だった。そして母はロシア語の通訳もしていたため、滝沢カレンはよく片言のロシア人と話す機会が多く、そこで少し変わった日本語が身についた。世田谷区立松原小学校に進学すると、外国人を理由にからかわれ、国へ帰れと言われる。小学5年生になると規格外の身長168センチになり、さらに浮きまくる。自分の茶色の髪が嫌になり、髪を濡らし黒く見えるようにして学校に行くと、今度は頭が黒くテカテカになってしまい、男子からはダースベイダーと呼ばれるようになる。祖母に相談したところ、大きいんだからやり返せ、コンプレックスを武器にしろとアドバイスされ、その教えを受けやり返したり、男子のボスと戦っていたらいつの間にか学年中のボスとなる。中学になると初めての彼氏ができるのだが、そのお相手は小学校の頃戦った男子のボスだった。小競り合いを繰り返しているうちに恋心が芽生えてしまうという映画のような展開だが、付き合って3日後にメールで振られる。理由はやんちゃな滝沢カレンが好きだったが、付き合うとおしとやかな女性を演じ出したので友達に戻ろうと別れを決めたとのこと。中学2年生になるとモデルへの憧れが強く、夏休みの間はスカウトされるために渋谷のスクランブル交差点を毎日歩いていた。そしてその努力が実り、本当に2008年8月高校1年生の時に渋谷でスカウトされて芸能事務所に所属する。当時事務所からは日本語学校に通わせてもらっており、アナウンサーになることを期待されていた。だがその年のミスセブンティーン2008で6238人の中から優勝する。そして2009年の映画ルーキーズでマドンナ役として出演。2015年になると踊るさんま御殿に出演し、初登場ながら踊るヒット賞を獲得する。そこから徐々にブレイクしていき、一本グランプリではこいつ毎回トーク持ってるよなと思う芸能人はというお題に対し、水谷豊さんですと芸人たちもうならせる回答をする。たまたま番組アンケートに特技と書いたあだ名四字熟語はすごすぎると話題になる。早口国宝、本業不明、ザキヤマ同然、小声希望、全部普通、目鼻口地下、猫目先輩、なぜ黒色、激細鉛筆、接触ごめん、愛妻大工、青春役者、支配抜群、芸風型、平和代表、趣味在宅、海釣り地蔵、服装瞑想、バカ脱皮、俺松本潤。チュートリアル得意には度肝を抜かれたと発言させるほど、幼少期の経験から天才的なワードセンスを持つ滝沢カレンとなった。